みんなで作るマスラブのウサイスブルです。さあ今回は面白い2022年最新ニュースでございます。こちら、めんどくさすぎる積分でございます。まあね、この積分実は東京医科大学というね、ところが出している問題なんですけれども、まあ、非常にですね、良問でございます。何が良問かっていうと、いろんな考え方をするんですよね。一つだけのテクニックでパッと解けますっていうわけではなくて、この3つのテクニックが必要。もっと言うと考え方です。この積分を見た時にどうやって自分で問題を分割していくか、その考え方がね、非常に面白い問題でございますので、ぜひ挑戦してみてください。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずこの積分ですけれども、ちょっと確認しましょう。積分全パターン解説、パスラボでね、ありますよね。ぜひちょっと忘れてる方は倍速で 2,3 時間ぐらいで見てほしいんですが、この時にもお伝えしました。そのテクニックを復習しますよ。まずこちら、どこに注目しますか。3つ注目すべきポイントがありますよ。まず1つ目、これは、はい、積分区間でございます。積分区間、なんで積分区間なんでって言われたら、これは明らかに、はい、偶関数か奇関数かを考えるものでしたよね。ちなみにちょっと忘れてないですか。偶関数って言ったら、例えばね、まあ、x2 乗とか x4 乗とかもそうなんですが、これを cos(x) は偶関数ですかね。これ結構忘れがち。そして奇関数は、まあ、x とか x3 乗はそうなんですが、 sin(x) とかね、これ奇関数です。まあ、簡単に言うと y 軸対称なグラフが偶関数になりますよ。そして原点対称のグラフが奇関数になりますよ。じゃあこれを見たときに、はい、どうですか、何をするんでしたっけ。例えば、はい、こういうのを見たら偶関数ですよね。中身が偶関数のときは、はい、2倍をつけて0から4分の π にするんでした。 OK。ちなみに奇関数だったら、はい、奇関数だったら一発でこれ0になるんです。さあ、これが今回のミソでございます。どうやって偶関数や奇関数が判別するのか、まだこの時点では正直に言うと判別できませんよ。なぜなら分母がね、ややこしいから。じゃあ次2番、何に反応しますか。これがやっぱりこの分母じゃないですか。これは三角関数の積分のあるあるです。はい。1-sinx を見たら、はい、1+sinx。相棒をかけてあげるんでしたよね。まさに、ルート引くルートの時には、ルート足すルートを足すとか、そういう、こう、相方をかける、有理化みたいな感じです。すると、はい、cos2x っていう、ちっちゃい塊ができましたよね。足し算を、まあ、積にするの形です。まとめてあげるっていうのが非常に大事な考え方ですよね。特に分母にあったら。じゃあ次3番目、あとはやっぱりもうここじゃないですか。絶対値、はい、絶対値見たら、はい、絶対値を見たら必ず、はい、積分区間を考えて外すんでしたよね。今回-4分の π から4分の π っていうのは x の積分区間です、範囲です。じゃあこれってまだマイナスの場合とプラスの場合ありますから、いきなり外すことはできないんですよね。なった時に実は、こことここがね、絡んでくるんですよ、ちとさんが。まあ、ということで、まずこれをパッと見た時に、まあ3分ぐらいでいいので、あ、ここは偶関数、奇関数考えるやつかな。で、これは、まずは 1+3x をかけてみよう。そして、いつか積分区間がね、0から4分の π になったら外そう。っていうのが見えましたか？見えなくても大丈夫。じゃあ今、見えた。っていう状態で一緒に手を動かしてみましょう。まず最初にやるべきは2番ですよ。2番、はい、このようになります。 OK。 したら、はい、分母が、はい、このようになりました。 OK。 僕たちはただ闇雲に変形してるわけではないんです。 OK。 どういう意図か、それは1番です。さあ、偶関数か奇関数かを考えたい。じゃあまずここ、これは塊で見るとここまでは明らかに偶関数ですよね。 cos2乗 x は偶関数、そしてタンジェントの、もっと言うと絶対値
X とかも Y 軸対称のね形ですから絶対一緒。これはもう偶関数でございます。じゃあ 1+3X ですが、数字はですね偶関数扱いです。まあね、こういうグラフですから数字って sinx だけが奇関数です。じゃあこれどういうことか展開してみましょう。展開してみると、このようになりました。で、覚えていてほしいのは、偶関数かける偶関数は偶関数、偶関数かける奇関数になった瞬間に全体がですね奇関数になっちゃいます。 OK。 じゃあこれに洋服着せましょう。マイナス4分の π から4分の π の洋服を着せてあげると、なんとここは偶関数のままでいいんですけれども、奇関数が透明人間になっちゃう。どっか行きます。はい、つまりちょっと角度めんどくさいのでもう fx としちゃいましたけれども、これはっていうと、はい、2倍の0から4分の π のここだけが残ります。 OK ですか。この時点で多分で、ね、点数はまあ5分の2ぐらい来るんじゃないですか。うん、OK。 じゃあ次は、はい、1に終わりまして、はい、絶対値0から4分の π の範囲になりましたから、絶対値は消えますよね。はい、消えます。 OK ですか。そう、じゃあここはっていうと、あともうテクニックとかじゃなくてもう定石です。タンジェントで置換してみたいなって思ったことありませんか。タンジェントで置換できるんじゃないかなって考えたときに、はい、ここ cos2x/1 がいい味出すんですよ。実は cos2x/1 っていうのはタンジェントを微分したものなんです。であれば、さあこのようになるんですよね。で、慣れてない人はタンジェント x を u とかね置いて積分区間変えてどうこうどうかでやってもいいんですけれども、慣れてる人はもうこの塊ね見えたらタンジェント x もそのままにしちゃいましょう。つまりこれどういうことかっていうと、例えばね、これは言うたらまあ積分区間の4+5t みたいな dt みたいな考えます。まあ、これと同じような感じです。 t はもうタンジェント x そのままなんですけれども、これってどうなるかっていうと2分の1乗ですよね。ってことはこれまず積分するとこれ5分の1が出て2分の3乗になりますから3分の2の 4+5t の2分の3乗こうなりますよね。 OK。これを今 t って仮定置きましたけれども、このままタンジェント x が入る、つまり15分の2のこれになる。 OK。 どういうことか一回ちょっと整理しましょう。今やったように、実はこれはまあ 2×にしますけど、 2×0の4分の π のこれがさっきやったみたいに積分をすると5分の1かける3分の2の4プラス5タンジェント x そのままの2分の3乗になりますよと。で、今回置換してないので x はそのまま0と4分の π になりますよ。じゃああとはここを代入しましょう。タンジェント4分の π は1、タンジェント0は0になりますから、ここが計算すると9の2分の3乗引く4の2分の3乗、まあ、これは3の3乗引く2の3乗と同じですから27引く8、19、okay? で、ここが15分の4ですから15分の4かける19をしてあげると答えはせーの15分の76ということでフィニッシュなりました。さあ、もうちょっとスクショタイムね、必要な方は置いときますけれども、いかがでしょうか。 OK。 なんでこの問題ここで持ってきたかっていうと、特にですね理系の方、まあ共通テストを終えてね、あー数三ちょっと忘れたっていう人は今の段階ではもうね慣れてると思いますけれども、なかなかこういう複雑なものって青チャートとかフォーカスゴール載ってないんですよ。やっぱり入試らしいんです。見たことのないようなものが出てきた時にちゃんと分割をして翻訳できますか。こういう作業は積分だけではなくて整数問題もそう、確率もそう、もっと言うと関数問題全般にそう。 OK。
ですので、ぜひですね、これちょっと忘れてよって方は、積分を得点になりますので、ぜひ積分全パターンとか、あとは整数全パターンとかね、パスラボの方も見直してみてください。ということで、よかったと思う方は、高評価、チャンネル登録の方もお願いします。ピッカーがあればコメント欄お願いします。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。